のと最後の朝です。最高の天気になりました。いろいろ最後の最後にありましたが、やはり2週間も滞在したここを離れるのはちょっと寂しいです。最後のコンポストです。さあ最後の朝はみんなでジョギング行ってらっしゃい。子供たちはジョギングをしに行きました。私は行きません。なぜならまだ心の傷が癒えてないからです。車中泊の旅はもう22年目ですね、今年。そうですね、23、4の時にデリカスターワゴンっていうのを買ったのがきっかけで、それからずーっと車中泊の旅をしてます。僕ここからものすごいスピードで喋りますけど、手紙追いつきますか？すっごい拍手で喋りますよ。どうですね、僕なんてるんだよね。小鳥が今取材を受けております。葵さん、インタビューです。このここで寝そばに快適、結構快適だった。1たす1は2。イエーイ、ありがとうございます。さあ、ついに出発の時がやってきました。バックパッカーハウス、大変お世話になりました。俺たちもまだ遊びたいよ、ゆい。じゃあ、この仲良し2人組を引き剥がすのはとっても心苦しい。しかし私たちは行かなければならない。さあ、最後にアイドルがもう一度お別れに来てくれました。僕のこと？違う、おばあちゃんたちのアイドルだから。それ、お腹出てますよ、お腹出てますよ。しかし、この子は全く嫌がらないのね、誰に抱っこされても。で、小鳥さんこっちにして。いやー、うーふー、かわいい。ちょっと小鳥、おっぱい飲ませてみたら？いやだ、父ちゃんのでいいね。俺のおっぱいしょっぱいんだ。みんな一回抱っこさせてもらって、キューって座られた、かわいいね、これ。じゃあ、連れて帰ります。ははは、ありがとうございます。ついに出発。感慨深いぜ。ではついに出発の時が来ました。旅というのは必ず終わりがあるものです。イクさん、2週間大変お世話になりました。ありがとうございました。それでは恒例のハグ大会をお願いします。ゆいさんと、はい、ゆいとハグをして、パン、グー、パラララでしょ、パラララ、そうだ、ギュッ、よーし。ギュッ、うー、ありがとう。はい、パン、グー、ありがとう、ゆいちゃん、いっぱい、ありがとう。パン、パラララララ、よいしょ、よい、ありがとうね、楽しかったよ。セイクさん、ありがとうございました。また来てくださいよ、はい、2週間ありがとうございます。ありがとうございました、本当最高に楽しかったです。来年も来てください、本当。ありがとうございました、本当。ゆかちゃんとアンヌ、バイ、またね、大きくなってね。それさんもまたね、はい、ギューして。アオイもゆくさん、ギューして。ありがとうございます。また来てね、本当に。数少ないこのね。数少ないこのね。でも必ずまたリピートしますので。ぜひもう来年の夏もね。ぜひ、せーの。ありがとうございました。ありがとう、こっちこそ本当。こちらこそ本当に最高の2週間でした。名残惜しい。帰りたくない。帰
帰りたくない。ありがとうございました。また強い旅よ。よし、みんな乗り込め、出発だ。また会いましょう。バーイ。行ってきます。バーイ。お別れの時はいつだって寂しいものです。グッバイ穴水、大好きだぜ。グッバイ穴水。グッバイ穴水。また来るよ。じゃあね。グッバイバックパッカーか。あ、ゆいだ、ゆい、ゆい、ゆい、後ろ。バイバイ。バイバイ。バイバイ穴水、また必ず来ます。その時まで See you! See you next time! Bye! ダン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 。 Yeah! 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 楽しかったね、葵。うん。寂しい？ゆいと離れるの。さあ、念願の八番ラーメン、やっと来ることができました。八番ラーメン楽しみ。てん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 、八番ラーメン、いただきます。いただきます。あ、美味しいね。うん、八番ラーメンは野菜ラーメンがだから八なんですか。富山県高岡市にまたまたやってきました。今日は奇跡の晴れなので、このようにドライブ日和ですね。悪くない。いやー、それにしてもいい天気です。ありそう海パーキングサービスエリア、ちょっと休憩しましょう。もう2時間以上運転したんでね。このアリーソウミから能登が見えてます。鈴の方とか七尾のあたりですね。はっきり見えてるね。穴水も見えてると思うよ。へー、来ました。親知らず、海の上を走れる高速道路、エアパーク。一気にカニ天丼を食べたところです。温泉あそこ、あそこ、あそこ、お風呂最初に。あー、じゃあ爆死交流センター。井戸井川戻ってまいりました。2週間前はあっちから来ました。あっちは白馬方面ですね。しかし今回はさらにパスして、この工場を眺めながら先に進みたいと思います。さて、北陸道からですね、今上信越道にトランスファーして長野まで79キロ。風景がいきなり山の中に変わりました。小鳥は寝てる。どうです高田、荒い横尾前山スキー場ですね。横尾さんをパスしてさらに広へと着きたいと思います。まあ、この辺りのスキー場も過去に滑りに来たことがあるので、しかしまだスキーを考えるには早すぎる。なぜなら夏休みだからだ。高原選手で張り星ですが、窓ですが、まあ、なんとか高速道路も叩いて、ね、注意しながら運転していきたいと思います。ビヨーンって広がっちゃってる。夕日が差してきました。このまま無事安全に帰れることを祈りたいと思います。さあ、見えてきました。佐久平ハイウェイオアシスですね。今夜はなんとここですね。仮眠をすることに決めました。オリゴンも無事走ることができました。ここですね。なんとトラックばっかり止まってます。まあ、あの上の方に行くとお風呂とかお食事できるところがねあるらしいので、行ってみたいと思います。到着しました。はい、母ちゃん運転お疲れ様でした。はい、お腹すきました。お腹すきましたね。今日はここで仮眠しますね。まずご飯行こう。はい、まずご飯行きましょう。ハイウェイオアシス平尾山公園、ここから上に上がっていきます。ければ、すごいね、すごい
すごいです。すごいよ、これスキー場だよ、この先。うん。冬はね、雪さえあればスキー場やってるんだよ、この上で。うわー、すごーい。すごい景色。そして、こちらにハイウェイオアシスあります。見晴らしの湯だって、露天最高なんじゃないこれ。Here, here we go. でんでん。入浴料大人。一回800円。今まで500円でしか風呂入ってきてねえからな、いきなり800円って言われるとびっくりするね。すごい。スーパー銭湯みたいな感じ。ご飯も食べれるし、ごろ寝もできるし、お風呂も入れる。じゃかじゃんじゃん、じゃーん。運転を頑張った夜は肉を食う。母ちゃんの唐揚げ定食もうまそうだな。やったらた。あおいはネギトロどんどんどん。ご飯の後はお風呂だ。すごいいいお風呂だった。めっちゃ疲れが取れました。さて今日はこのままここで車中泊仮眠します。さて皆さん、この2週間毎晩私たちのベッドルームだったモビゴンですけども、今夜が最後の夜です。もう葵さんは寝てしまいました。起きて起きてるんかい。今夜がモビゴンで寝る最後の夜です。最高の寝心地をありがとうモビゴン。いいキャンピングカーだよこいつは。返したくねえなこれ。おはようございます。チュン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 。おはようございます。モビゴン最後の朝です。さあまずはですね、この上にあるアスレチック行ってみたいと思います。 Here we go go here we go go。 今からアスレチックです。イエーイ。やる気はあるか。イエーイ。小鳥さん起きてますか。桜平市が一望できるすごい景色のいいパーキング最高だね小鳥。イエーイ。柵のパーキングエリアは実はパラダっていうね、スキー場になっている日本でも珍しいパーキングです。まだね我が家は滑りに来たことないんだけど、こっからもうリフトに乗ってスキーしてね、そんでそのまま高速に乗って帰れるっていうね。さあ行ってみましょう。わスーパースライダー、これやろうよ。わスキー場だこれ。わすごい。リフトで上まで上がって、あの真ん中のスライダーで降りてくるっていうのができるみたいです。これはやるしかない。さあスーパースライダーに挑戦したいと思います。あのリフトに乗って上まで上がりましょう。よしなるぞ。なんと夏にリフト乗るの初めてかも。なんか変な感じ。変な感じ。板がついてない。板がない。板がないし、濁る。板がないリフト初めて。それは片道ってこと？片道なんで。子供たちは後ろに乗ってます。なんかあれだね、これだけたくさんリフト乗ってきてるけど、うん、夏であることと板がないことだけで、うん、なんか違う乗り物に乗ってるみたい、うん、本当だね。気持ちいいねこれね、うん、夏リフトいい。いいんだよ。よしスーパースライダーレッツゴー。一人ずつ。うん一人ずつ。レッツゴー。遅ビビってるし遅いし、おい遅すぎるよそれじゃあ。レッツゴー。遅い。ちっともスーパースライダーじゃない。ヘイ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 。レッツゴー。レッツゴー。ありがとうございました。青い超ビビリ、めちゃ面白いスーパースライダー。おすすめ。一本松古墳群、大昔の人のお墓。あん中入ると骨があるかもよ。
やってきました、フィールドアスレチック。これは無料です。ここは忍者の隠れの里だったそうですよ、葵さん。余裕。本当っすか。うん。スライダービビってたくせに。スライダーもやだ。小鳥さん、全部制覇できますか。おばちゃん足が疲れた。あ、おばちゃんはね、もうダメよね。どうやって行くんだ。どうやって行くんだ、葵。どうやって行こう。この先考えるんだ。それがアスレチックだ。え、2番。優しい。優しすぎる。スーパースライダーはできないくせに。おっそ、スカイロープちっちゃい。名前の割には公園と同じ規模。こいつは期待を裏切られたぜ。もっともっとなんかターザン的な感じかと思ったのに。さあ行くんだ小鳥、君は猿や。スカイロープ、ジミー。なんだよそのビビった顔。アロハスマーシュ。いや、おお、はいはい。こんなに軽快に網をジャンプできるのにスーパースライダーは苦手です。そればっかり。よし、アスレチックおしまい。この度最後のアクティビティは山アスレチック。楽しかった。小鳥、一体どうしたんだ。あー、セミが止まっている。どうしたの、捕まえたの自分で。落ちてた。あー、ミミズ。あー、もう最後なんだ。木のところで最後捕まらせてあげよう。もうこれで彼の一生はおしまいだ。元気でね、元気でね、セミくん。私、この旅で髪の毛が日焼けしてしまいまして、オキシドールで脱色した中学生みたいになってしまいました。俺たちだけだ止まってんの。皆さん、はい、これでこの旅のアクティビティ終了です。今から地元に戻ります。はい、帰るまでが2拠点生活。そうです。どうぞご安全に。行きましょう。出発だー、出発だー。できました、料金所です。一体ハウマッチなのか。6380円。重いよ、ほか、安い。ただ、エースケの方が一体いくらなのか心配です。予想よりは圧倒的に。もう一回教えてください。7560円。悪くない。2台で行くこのトリップのメリットもたくさんあるんですけども、まあ、デメリットの一つとしてどうしてもね、交通諸経費が2台分かかってしまうというところで、ここはかなり大きな、金銭的ダメージではありますが、まあ、あの快適を手に入れた代償といいますかね、その代わりにすごくラグジュアリーな旅ができているので、まあまあ予算内に収まってるかなって感じです。能登を出発してからわずか翌日のお昼にはもう地元へ帰ってくることができました。遠いのか近いのか、能登穴水、もうすでに懐かしい気持ちでいっぱいでおります。さて、今回いろんなこう、まあ、宣言が出される中、たくさんの制限に囲まれた夏休みでしたけれども、ハッシュタグ夏休みは子どもたちのものだっていうね、ポリシーのもと、約2週間にわたる能登バンライフプロジェクト成功したと思います。まあ、最後の最後にちょっとモビゴンを傷つけてしまうというアクシデントをやってしまいましたが、幸い、自走して帰れる程度の傷だったので、このように今運転をしながら無事に地元まで帰ってくることができました。新しい旅の仕方、遊び方を発見できた非常に
貴重な2週間だったなと思います。今回いろいろと我が家としても、挑戦の夏だったんですけども、その中でもキャンピングカーを連れていくっていう過去にない例のない旅の仕方を成功させたなと思ってます。そしてそのキャンピングカーのベッドルームね、寝床になったベッドルームをバンライフステーションにドッキングさせて生活を営むこともできるっていうね、本当に今までにやったことないような長期旅を実現できました。ファンステイというサービスを使うことで、こういった、家族がいてでも中長期の旅をすることが実現できるなということを今回ね改めて、実感したというか、まあ、実現してしまいました。なのでね、こういった旅の仕方も今度はね、今後はどんどんまた違う場所とかね、違うエリアを使ってやってみたいなっていう、夢とまた新しい挑戦もね、アイデアが浮かび始めてきているので、本当に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 最高の夏休み1週間過ごすことができました。今回このプロジェクトに協力していただいたハーステイ、それから田舎バックパッカーハウス、その他の応援してくださった皆さん、一緒にバンライフの楽しい未来を作っていきましょう。夏休みは子供たちのものだ。おしまい。That father is 10 men permed.